韓国メディア、阪神タイガースをボコボコにバカにしてしまう。ソースは KBS。 阪神タイガースはどんなチーム？関西地域のプライド。阪神はもうすぐアンチ読み売り。すごい人気。しかし日本シリーズ優勝敗北、1985年。ちな阪神対韓国の試合、日本ならしゃあない。阪神内では25番手ぐらいの投手やし、ええ試合やないかい。ナチュラルな煽りじゃん。すごい人気からの煽りで草。なんでそんなんを優勝のあれを言われなあかんのや。阪神2軍でこれか。オリックスの2軍にボコられた後やから気が立ってるな。あかんやろ、これ。美穂と小林打って喜んでちゃいかんと韓国。最後のいりますかね。弱いのにプライドだけは一丁前。まさに余計な一言ってやつやな。